ちは、こんばんは。ゲーム動画へ移行です。サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットアーを始めていきたいと思います。さてですね、N2 リーグになりました。特訓はすでに済ませてあります。ここは一周試合を行わずに富山ミラージュ戦行きたいと思います。でまずですね、女子選手がいるかどうかを見たいと思います。大体これな、女子選手かどうかっていうのは名前でわかるんですよね。下の名前がついてるのは女子選手と、ただ小迫みたいに子がついてるので男子選手なのか女子選手なのかわからない、結果的に小迫って男子選手なんですけど、そういう選手もいるんで、いなさそうかな、いなかったか。ですね、あと1人、増やせられます。さあ、富山ミラージュ戦いってみましょう。これは何としても勝ちたいですね。ということでクルミを入れます。カイベを落とそう。で、今回は夏木を、出させます。ミホはまだまだだな。裏側は結構力つけたんだよな。感じですね。ひとまず戦術ですけど、ね、そんなに強い感じはしないですね。このアマデオがどうも攻撃の起点になってるみたいで、この辺をマークしとかないといけないですよね。この選手はマークしなくていい。やっぱり点を取られちゃダメなんで、点を取られない選手がいいな。今日また今回のホームなので、有利とは出てますが、そんなに甘くはないと思いますね。各なるべく鍛えていった方がいいかもしれないですね。で、後半なんとか、後半で勝って、入れ替え戦というか再開を阻止するという流れがいいかと思います。さあ、ナーゴ、クルミが、誰だ？ミロイだ？入った。先取点。早いですね。いや、これは嬉しい。よくやってくれます。なあ、こういうの嬉しいんですよね。さあ、続いて、進みたいと思います。ちょっと流れましたね。さあ、緑から7個。今のはファールでした。さあ、クルミが上がって、
ダーが確かに大事になるんですけど、さすがに特定の元素のどうなの、コビウメキは結構強いぞ。危ない危ない、今正面に来られてましたからね。シュートがまともに決まってたら終わってましたね。おっと、結構マークがきつい。浜田ナイス。え、おー、直接シュートに行きましたか浜田。ちょっと驚きましたね。さあマークに行っている、これはノーホイッスル。彩香からくるみへ、そしてマロカが、ちょっとこれは足りないか、緑ファールが取れればよかった。逆にピンチだ、モタイが、おー、ナナコがすかさずうまくカットに行きました。緑、おっと、ここに結構スタミナが、スタミナの状態を見るとまあ互角かな。あー、ちょっと嫌な流れ。モタイが、あーと、カーに開いた。おー、うまく守りに行ってくれます。まああとカードもゲットできるんで、いう意味ではちょっとありがたいですね。3選手交代、誰を交代させるかって悩み深いですね。彩香を福山と交代させますかね。そうですね、福山と交代させて藤原と入れ替えましょう。結構正面突破型なんで、まどかと深澤をチェンジですか。こんな感じで2人だけチェンジさせて後半に行きましょう。さあ後半スタートです。2人は変えて1人だけ交代枠を残しておくといいかもしれないですね。さてチャンスか、チャンスだ、入った、2点目です。そこにボールがあったって感じがしますね。いやー、これは意味ある。浜田が、浜田のこのセンタリング投げ方うまいな。そして奈々子が決めてくれました。さあこうなるとそのまま押し切りたいが、ここでメガ口がちょっと疲れてきているぞ。羽生田と交代しましょう。お、生田に加えた。こびるば聞こえ不気味なんですからね。さあ落ち着いていってほしい。ちょっとマークはきつい、オフサイドでしたね。さあお互いが選手を交代し合っている。ここで深澤と奈々子、サイドチェンジ。君が捕まえに行くが、三田園、あーっと、そこにナイス菊池が抑えた。まあ一勝あげたいですね、1点差でもいいから。あー、三田園に捉えた、これはちょっと危ないぞ。おー、外れてくれてよかったです。すぐに取りに行きますからね深澤。羽生田、そこに緑、あー惜しい。ファールですねこれは。さあくるみが、緑、3点目、うわーいいですね、素晴らしい。
決まったでしょ、これで。いや、このくるみ緑のツートップはすごいや。さあ、緑も相当今垂れてるはずですけど、あーっと緑がイエローかよ、これは痛い。これはダメですね。バックアップうまく取ってるのがいいですね。勝ちました。結構大勝ですね。いいです、いい内容です。もういきなりからですね、だからくるみ宮下アシストになるんですよね。扉脇がね、危なかった。これは同点な、この時点で同点になってたら試合の流れも変わってたかもしれないんで、本当助かりましたよ。そして浜田がうまく上げて、奈々子が、本当に見事でしたね。で、この前に2度、ちょっとやっぱり届かなかったか。そしてここですね、くるみがうまく蹴って、それを緑が確実に合わせる。さすがですね、くるみを緑も。さあ、これで、試合終了ですね。さすがにあのボール支配率は 50% を超えてるんですけど、さあ互角だったっていうことで、なかなか内容はいいと思います。まあ確かにイエロー一つもらったっていうのはうーんっていう内容ではあるんですけど、あ、ともかくあの N2 でついに初勝利あげました。これは大きいよな。アシスト数はくるみがトップですね。大きな初勝利。さあ、翌週はトップロード成田です。女子選手がいるかですけど、ルケは違うのか、女子選手じゃないか。カゴちゃんだから女子選手というわけでもないみたいですね。今回のカルチョビット、ここまでとなります。ついに N2 で初勝利挙げられましたね。はい、この調子で、最下位にならないように、行ってみたいと思います。さあ次回は、トップロード成田戦、この試合もまあ勝っておきたいかなっていう試合です。まあドローでもまあ構わないんですけど、なるべくなら勝ちたいところですね。
はい、というわけで、いつもですの通りですけど、あの説明欄に、ブログ、ツイッターのアドレスを載せております。また、チャンネル登録まだされていらっしゃらない方もよろしくお願いいたします。最後に、動画、あと、プレイリスト、あの最後に載せておりますので、よろしければそちらの方にもアクセスしに行ってください。ゲーム動画で行こうでした。